そ沈着がしてしまっている人たちも多いわけじゃん、うんはい、その人たちにとってじゃあ美容針やけどおすすめしますよって私は言えるのだろうかっていう疑問。全然おすすめしますよ。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、去年の7月にホテルで、自分の設定した温度より熱いお湯がきっと出ていたっていうのがあって、あと私が麻痺して温度感がわからないっていうのがあって、両足の膝下からですね2度の深いやけどを負ってしまった、その経過をちょっとお伝えしたいと思います。他の動画にも入院する時の動画であったり、あと退院の時の動画もあるので是非そちらも見ていただきたいんですが、まず経過はこんな感じでね。すごいやけどから少しずつ治ってはきました。ただ皮膚のやけどとしての治りはできたんですが、やけどの後ですね、それはまた違う治療になってくるので、いろいろ試した結果のこの1年をお伝えしようと思います。皮膚科さんから処方されてたのは、やけどの薬が終わった後ビタミン A の塗り薬、もうそれはもう保険適用とかにならない自費のやつですね。美容外科みたいなレベルになってくるので、それを塗ってたり、あとはシナールですね、ビタミン剤を飲んでみたり。ただやっぱりあまり変化がなくて、で一番ずっとやってきたのは針です。ジャンルで言えば美容針みたいな感じですね。美容針を、センターにいる鍼灸師の人に、毎日とかは無理でしたけど空いてる時にやってもらってコツコツとやっていきました。私はそれの効果がすごくあるなと思って、本当にちょっとずつちょっとずつあとは消えてきてますし、やっぱ足の甲とかはどうしても私がこの下半身麻痺をして血流が良くない分全然治りが悪いんですけど、でもふくらはぎとかはストッキング履いてしまえば分からなかったりっていう部分まで来てるので良かったなと思います。ただお酒を飲むとすごい多分血流が良くなる分すごい真っ赤っか、こんな感じで真っ赤っかになっちゃうんです。だからそこはって思うけど、でももうこの年になってそんなに足を出すことっていうのもないし、日焼けは厳禁なので海系のイベントの時は、基本的にラッシュガード、長ズボンと靴下みたいな、サーファーみたいな、なんかそういう格好でやってますけど、別に日々の生活に支障はないかな、服もそんなに足出さなくていいかなみたいな感じです。で、なぜ鍼灸がいいのか針がいいのかっていうのを、施術してもらいながらお話ししたやつがあるので、是非聞いて後に悩んでる方はね参考にしてみてほしいなと思いますので、どうぞ。じゃあ質問いいですか？美容針を使ってやけどの跡を治すこと私が10ヶ月やってきましたが、これは現実的であると思いますか？どういうことですか？実際おいはさ、やけど当初からもう結構まだ肌が弱々しい時からやってったけど、実際こういう動画をさ、まごちゃんのやつを見た人たちってもうすでになんか怪我でいう慢性期的なさ、色素沈着がしてしまっている人たちも多いわけじゃん、その人たちにとってじゃあ美容針やけどおすすめしますよって私は言えるのだろうかっていう疑問。全然おすすめしますよ。おすすめ、今からでもやる価値はある。じゃあ三宅さんが今こうやってるやり方は普通の保険の鍼灸院ではなくて、お顔とかやってくれる美容系のところにやってほしいって言ったらやってくれるのかな。保険はそもそもがこう国で定められた疾患しかできないので、そこにこういうやけどとか美容はないです、美容針やってるっていうエステに近いところは、結構自費です。お店的にさ打ち出してるところはないじゃん、顔以外にさ、そういうやけどの後治しますみたいな、やってくれんのかな。ちなみに難しいことをやっているんでしょうか？美容針自体も結構専門的な知識がいるので、普通に針打つとはまた違うんですけど、特にやけどとかになるとまずやけどのことから知らないといけないので、まあ、そこを勉強してもらったら割とできるんじゃないかなと。なるほど、じゃあそれはちょっと交渉次第という部分がある、っていうこと。知識があるかないか。なるほどね。じゃあ福岡にお住まいの方は三宅さんにお願い。全然大歓迎。そう、福岡に来れる方は三宅さんにぜひ。やけどと美容と。やけどと美容と。まあそれ以外も。それ以外も。ちなみにさ、本当はどれくらいのペースでやった方がいいの？それはやけどしてからってことですか？もうすでに、例えば私みたいに、じゃあやけどから1年経っちゃってます、2年経っちゃってますっていう人が、じゃあ三宅さんにお願いしたいんだよねっていう場合は、本当はどれくらいのペースで通えたらいいの？まこさんの場合は特別なんで毎日できますけど、できない場合は週に2回。皮膚科さんとか形成外科の方とかも、じゃあやけどを、治すまでは行くけど、肌をね、もともとこう赤みからこの白くなるまでとかは、お薬処方したりはするけど、なんかそれ以外のシミを取るってやっぱないじゃん、知識的にね。だから情報もやっぱりないわけよ。だからおいがさ、今回三宅さんと喋ってて、三宅さんが美容針やった方やれるよって言うからやってみて、お、良くなってきたね、良くなってきたねって言って、でそれをさ、通ってる皮膚科さんに対しても言っても、ピンときてない人もいるわけよね、やっぱり。それなんでみたいな、それの何でどうなんのみたいな感じを言う人がいるんだけど、三宅さん的な考えで、美容針によって何をどうすることによってこれが治っているというお考えでしょうか？皮膚の中に針を入れて、新しい傷を作ってるって感じかな。こういう色素浸着してしまったものは、もともと私がやけどしたものをただただまず治していこうって体たちが、皮膚たちが動いていって、最初の頃ね。で、諦めちゃうっていうか、ペースが遅くなっちゃう。ある程度大きな傷が治ってきたから、その傷というものに関しての治りはもう終わったから、はい、オッケーオッケーみたいな、皮膚は作ったからオッケーオッケーみたいな、見た目はうちら関係ないしっていうことを怠けさせないで、常に刺激を、傷を与えて、はい、また新しいので細胞を作って皮膚作ってっていうことをさせているという解釈でよろしいでしょうか？そうですね。大枠はそうです。美容針のさ、顔のシミを消してるのと一緒なんだよね。そうですね。シミ、クマ。要はターンオーバーさせてるっていうことでしょ。やっぱりそのターンオーバーさせるためにも血行がもっと本当は大事になってくる。がしかしやっぱり私は麻痺をしているから、特に足先の方なんて全然血行が良くないから、やっぱ普通の人よりはもしかしたらやっぱり治りにくいのもあるってことだよね。だからもしかしたら麻痺してなくて、やけど腕とかどっかに負っててって気になってるんですっていう人は、血行がいい分、もしかしたらターンオーバーのそのあれも良くて、良くなる可能性もあるかもしれないと。はい、そうです。はい。ちなみに今やってる治療って、その美容が半分と、あと半分はどっちかというとアトピーとか、アトピーもあれもターンオーバーしていけば治る病気なんで。なるほど。アトピーも治ると。めちゃめちゃ治りますよ。で、治した実績もある。我々めちゃめちゃあります。三宅さんをちゃんとティーアップするけどさ。珍しい。なんで三宅さんはねって。生理がいつ来るかもわかる変態なんで脈を、女性陣の脈を見てもらうと、いつ生理が来るかもわかるし、そう、妊娠できるタイミングっていうのもやるから。だから前はあれだよね、そういう不妊治療、産婦人科にいました。産婦人科にいて、その不妊治療のあれでもお助けをしていたんだもんね、ということでした。以上です。はい、という感じで、ぜひ皆さん後に悩んでる方、それこそアトピーとかやけどの後とか、結構針って私すごい万能だな、でも知識があるかないかにはよるんですけど万能だなと思うので、悩んでる方は一度相談してみて、一度チャレンジしてみてください。はい、またこれからもね、やけどの跡を消すように頑張って針をしてもらうので、経過観察ということで動画を出したいと思います。はい、こんな感じでこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、是非いいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。